次に青山大和君。はい、先ほどからも、各委員の方から、まあ、ガザ地区をめぐる情勢について、まあ、いろいろ質問がございました。まあ、上川大臣の方からもイスラエルやパレスチナに行かれてですね、そのある日突然家族の命がテロによって奪われた、そういったご家族と会ってですね、命を大事に、そういったことの先ほどご答弁もございました。私もですね、全く同感でございますし、ハマス等のテロ攻撃を断固として非難するわけでございますけれども、同時に現在今、ガザ地区におきましては、本当に罪のない子どもたちや女性、高齢者の多くがですね、被害に遭っている状況でございます。まあ、大臣の方からですね、人道目的の戦闘休止、そして人道支援活動が可能な環境の確保を求めて、さまざまな外交努力をされている、それはもちろん本当に評価するところでございますけれども、一方で、イスラエルに対してもですね、当然、自国を防衛する権利はございますが、これまで多くのですね、民間人、子どもや女性の方、高齢者を巻き込んだ中で、イスラエルの無差別攻撃に対して、大臣、どのように感じているのか、まずはお伺いいたします。上川外務大臣。委員から、私のさまざまな発言についてご紹介をいただきましたけれども、ガザ地区の人道状況、大変深刻化をしている状況であります。特に、向こうの一般市民の方、とりわけ、未来ある子ども、また女性、高齢者の皆さんが、大きな被害に遭っているということに対して、大変心を痛め、今回現地に行ったわけでありますが、そのような被害の拡大を何としても防止をすると、こういう中で今回の G7 の中でも成果文書としてまとまったところでございます。特に同地区の一般市民に必要な支援が行き届くよう、人道的な休止、そして人道支援活動が可能な環境の確保ということを求めて、さまざまな外交努力を重ねてきたところでありますが、まさに G7 外相会合におきましても、このことにつきましては一致をしたところであります。食料、水、医療、燃料、シェルター、そして人道支援従事者のアクセスを含みます、妨害されない人道支援、このことを可能とすること、特に人道支援を容易にするための人道的休止、および人道回廊を支持することなどで一致したところであります。すべての当事者はですね、国際法に従って行動するということも合わせて、この間一貫して、日本として求めてきてまいりました。特にイスラエルに対しましても、一般市民の保護の重要性と、国際人道法を含む国際法に従った対応等を要請しておりまして、今回のイスラエル訪問におきましても、この点、直接お伝えをしたところでございます。一国一国、情勢が変わっておるところでございますが、この人道的な休止、そして国際的な回廊の、人道的な回廊というところについて、全力で注いでまいりたいと思っております。青山君。イスラエルのガザ地区に対する無差別攻撃に対して、大臣はどのようにお考えかお伺いいたします。上川外務大臣。その事実関係を十分に把握することが困難である中、イスラエルの軍の行動につきましては、法的強化をすることは差し控えているところでございますが、これは我が国としてイスラエルの行動が国際法と完全に整合的であると、こうした法的強化を行っているわけではございません。青山君。先ほども、これまで1933年以降、日本はパレスチナに対してですね、23億ドルの支援ですとか、さまざまな支援をされてきたわけでございますし、もちろんイスラエルとも友好な関係を築いてきた日本だからこそですね、独自のですね、外交もできる、イスラエルに対して、ガザでの即時停戦を求めるような、そんなお考えはないんでしょうか。上川外務大臣。今の緊急で取り組むべきこと、ガザ情勢の人道的な状況を、緊急にここの状況を除去すると、
回復するということが、もう第一の優先課題であると、これが私、参加国を訪問し、その前、回答の平和サミットに参加をさせていただく過程の中で強く感じたところであります。これに向けて、先ほど申し上げたような措置について、今回 G7 の外相会合で一致したところでありますので、この実現に向けて最大限の努力をしてまいりたいと考えております。青山君。ちょうど10月の7日に、アラブ外交団、在京アラブ外交団の皆様方と、外務委員会の理事で懇談したわけでございます。でちょうどちょっと見てみましたら、10月4日、ハマスによるテロ攻撃の前ですけれども、10月4日、上川大臣が、在京アラブ外交団が主催する、昼食会に参加されてですね、いろんな懇談をされたというふうにも、象徴していますけれども、その直後ですね、ハマスによる、テロ攻撃が起こって、今のような状況なんですけれども、今後ですね、大臣として在京アラブ外交団に対して、考え方でとかですね、状況を伝えたり、説明する機会を設けることは考えているんでしょうか。上川外務大臣。私は10月の4日にアラブ在京の大使の皆さんと、こうした事態が起こる前でありますけれども、お招きをいただきまして、それぞれの地域との日本との関わり、国とそれぞれの国、地域との日本がどのように関わってきたのか、そしてこれからどうするかという、こうした前向きな展望を持って、この意見交換をさせていただき、大変貴重な会談であったと、会合であったというふうに理解思っております。その直後のこうした発生でございまして、本当にそうした中で起こったことについては、極めて遺憾であるというふうに私は思っているところであります。この大使との会談につきましては、先ほどの答弁もありましたが、副大臣で今、対応する準備をしているところでありますので、おそらく実現をしていくことと思います。私はいろんな場面で、さまざまな媒介談もしているところでございますので、そういったものを総力を挙げて、この取り組んでいきたいと、こんなふうに思っております。青山君。本当は大臣がいいと思うんですが、先ほど副大臣がそういった会を設けるという話がご答弁ありましたけれども、さっき鈴木委員の方からですね、在京アラブ外交団の方から、再三こうで要請があってもなかなか会ってもらえなかったというような、先方はそういうふうに受け止めているようなお話もございましたけれども、これちょうど2022年3月ですかね、ロシアがウクライナへ侵攻した直後ですけれども、同じようにそのウクライナの大使が当時の外務副大臣に会いたいと言ってですね、アポを取ろうとしたところ、なかなかそれがですね、実現できないというようなことがあってですね、ちょっと問題になりました。その時にですね、当時の副大臣がなんかまるでやり玉に挙げられたような一部そういった偏った報道等があったんですけども、それは実際どうなのかということで、この委員会でですね、ただしたところ、外務省の中の連絡の問題があったということで、当時の外務大臣にですね、今後そういったことがないようにということで、改めて質問した次第なんですけども、これ、平時だったらまだですね、日程調整等とかの関係かもしれませんけども、まさに今ですね、その起こっている状況を見ますと、本当に当事者からしますと、1分1秒でも争うような時代と思うんですよね。その辺は平時と有事で分けてですね、そういった先方に対しての、アポイントの要請なんかは、そこは別途考えるべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。上川外務大臣。この事案発生後でございますが、外務省、総力を挙げてという形で、政務三役も含めて、あらゆるチャンネルを通して、情報収集をし、また対応をすると、こうした状況を今、作っている状況であります。私は事案発生後でありますが、パレスチナ、そしてイスラエル大使と、場合の面談をさせていただきました。そしてその中で、さまざまな状況についての報告もいただくことができました。
そして、直接現場である、まあ、イスラエル・パレスチナの方、そしてヨルダンにも行かせていただきました。在京の大使の皆さんは、国の中のさまざまな情報を持っている、大変大事な役割を担っていらっしゃる方々でありますので、まあ、調整はできるだけ迅速に速やかにやるようにと指示をしているところでございます。まあ、この件について、どのようなやり取りがあったか、私自身、つぶさに存じ上げる状況ではございませんで、私も自ら毎日のように電話会議を、夜に時差がありますので、重ねてきているということでございます。そうしたことについては極めて大事だというふうに思っているところであります。一日も早くその副大臣が今調整しているところでありますので、実現をするようにさらに拍車をかけたいと思っております。青山君。はい、前向きな答弁ありがとうございました。そのためにまあ副大臣が今2名ですか、で政務官も3名の方いらっしゃるわけですし、まあ、もちろん大臣がすべて対応できないのはもちろん承知でございますけれども、まあ、そういった政務三役でですね、まあ、平時ではありませんので、まあ、担当の範疇外かもしれませんけども、その辺は融通して、でも先方としてはもう、今日この瞬間でも、本当に自国のですね、小さな子どもたちや、ね、罪のない方たちが死にさらされているわけでございますので、まあ、先ほど大臣も命は 大事、そういった答弁もございましたので、そこはその平時とですね、それ今の緊急的状況で分けてしっかりと外務省をリードしてほしいと思いますので、重ねて強く要望させていただきます。それでは次の質問に行きます。ちょっと岸田総理がですね、先週フィリピンに訪問されたということですけれども、まあ、私自身も日本フィリピン超党派の日本フィリピン友好議員連盟の事務局次長もさせてもらってますし、まあ、そういう中で日本、フィリピンとの友好関係が大切であることは重々承知ですけれども、大臣として、まあまあ、外務大臣になられまして、大臣として今後、日本、フィリピンとの関係、どういったことが重点的に進めていくべきとお考えでしょうか。上川外務大臣。先般、岸田総理がフィリピンを訪問をされました。フィリピンとの間で、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持・強化し、人間の尊厳が守られる世界を確保すべく、緊密に連携していくことを確認をしたところであります。その上で、安全保障分野につきましては、OSA による最初の協力案件、これは沿岸の監視レーダーシステム供与の決定、あるいは RAA の交渉開始決定等の具体的な成果を上げたものと挙げることができたということであります。また、ミンダナオの社会経済開発、観光、鉱物資源にかかる協力に関する文書交換もそれぞれ行うとともに、また経済人的交流等の幅広い分野での協力を進めていくことでも一致したということであります。まあ、こうした具体的な友好関係協力を着実に実施していくということが、私は極めて重要であると考えております。基本的な原則、また価値を共有する戦略的パートナーであります、フィリピンとの関係につきましては、さまざまな分野での交流をすることができる関係性、信頼の確保、こうしたことについて、一層強化しながら取り組んでまいりたいと思っております。青山君。ちょっと先ほど、まあ、安全保障のところをまあ非常に強調されたんですけども、やはり私はそのもう少しですね、まあ、今ももちろん経済分野ですね、そうもちろん例の地下鉄の工事ですとか、さまざまなですね、取り組みされているのを承知してますけども、まあ、言うまでもなく、まあ、フィリピン経済というのは非常にこう、華僑のですね、影響力が強い地域でございますので、やはりまあ、そういう状況を踏まえた上で、まあ、さらに経済的なですね、協力をぜひ推し進めてほしいということを大臣にですね、求めるとともにですね、まあ、この OSA ですね、まあ、今年から新しく始まった、まあ、制度ですけども、安全保障能力の、まあ、能力や抑止力の強化への貢献ということなんですけども、これは大臣は今回フィリピンが初めてのまあケースということなんですけれども、確か今年度予算が20億円ついたと思うんですよね。
で今回確かフィリピンに関しては6億円というふうに聞いてますけども、今年度残りはどういった案件を、考えているでしょうか。お答えください。神戸総合外交政策局長。お答え申し上げます。11月3日、OSA 創設後初の案件といたしまして、フィリピン海軍に対する沿岸監視レーダーシステム供与に関する交換公文が署名交換されました。令和5年度の他の供与候補国であるマレーシア、バングラデシュ及びフィジーについては現在先方政府と最終調整を行っておるところであります。令和6年度以降のですね、OSA の供与候補国につきましては、OSA の目的に照らした支援実施の意義や、日本として把握している各国のニーズ、各国の経済社会状況等を総合的に勘案いたしまして、今後、検討していきたいと考えてございます。青山君。OSA につきましては、必要なですね、ニーズに応じてということですけれども、ぜひいたずらにですね、やみこみを増やすことはないようですね、そこはしっかりルールを決めてやってほしいなということを、主張させていただきます。時間内の次の質問に行きます。先日大臣のですね、大臣所信の中で、外交の要諦は人との考えのもと、在外職員等の勤務環境や生活基盤の強化を含めというようなですね、意気込みがありました。私も全く同感でございます。とはいえ在外ですね、在外職員のですね、私は処遇改善、これは多分我が党もですね、この急激な為替の変動の中でですね、しっかり対応すべきと、今省内でもそういった検討をされていると思うんですけども、ぜひここはですね、しっかり取り組んでほしいなと思ってますけども、今の検討状況を改めてお伺いさせていただきます。上川外務大臣。まさに所信で申し上げたとおり、外交の要諦は人であるということを、この大きな方針の下で、体制をしっかりとしていく必要があると認識をしているところであります。外務省の職員一人一人が、海外でのさまざまな勤務環境の中で、その能力を十分に発揮できるように、適切に処遇をするということにつきましては、これは外交実施体制の強化のために大変重要と考えております。在勤基本手当の支給にあたりましては、従来、為替変動や物価の状況を踏まえながら、必要に応じて年度内の改定を行うことで、適切な水準の維持に努めてきているところでございます。その上で、昨今の円安、物価高が続く中でも、在勤手当および派遣員に支給される在外報酬につきまして、適時適切に手当を支給をする、こうした観点から、支給の在り方を含めまして、検討をしている状況であります。今後も外交を支える職員、一人一人の一層の活躍に向けて、環境整備にしっかりと取り組んでまいります。青山君。おそらく外貨建てにしようという検討なんですけれども、今ですね、大臣の答弁でも、在外交換の派遣員にもしっかりそこは、職員同様にやっていくという答弁があったんですが、そこは本当、非常に安心いたしました。派遣員の方たちも、2年という任期ですけれども、本当にその、目当たらないかもしれませんけれども、その大切なね、路地の分野とかで一生懸命頑張ってらっしゃるので、もし職員も、そういう外貨建てにするのであれば、当然、派遣員さんもですね、同じように書いてほしいということを要望させていただきます。で最後ですけれども、ちょうど8月ですかね、中国で、花粧病というですね、が発生しまして、梨や、リンゴの中国からの花粉の輸入が停止されたわけでございます。地元の茨城県は梨の生産量が全国の第2位でございましてですね、自家製でですね、受粉している農家もいるんですけども、中国からの花粉の輸入をですね、主に頼っている農家も非常に多いという状況でですね、来春の、受粉期に向けて時間がない中で、今現在、地元の、農業関係者、
そして県の方もですね、さまざまな取り組みをしているんですけども、ここはしっかりですね、国としても支援をしてほしいということで、これは参考になると思うんですけども、答弁の方をお願いいたします。農林水産省、佐藤大臣官房、生産振興審議官。お答え申し上げます。中国における花粉病の発生に伴い、本年8月に梨花粉を輸入停止したことを受けまして、農林水産省では、本年9月に全国説明会を開催し、増産などによる来期の花粉確保を呼びかけたところでございます。具体的には、JA など、産地の関係機関が一体となった花粉採取用の受粉樹や、花粉を共同で調整するための、専用機器の確保、そして、専用機器の利用が同時期に集中しないよう、冬季のうちに剪定した枝を集め、順次室内で加温し、早期に開花させて花粉を採取するような、手法の活用などの、共同の取り組みを呼びかけております。これを受け、現在、委員ご地元の茨城県を含め、各産地では専用機器の調達や利用体制の構築などの具体的な検討が進められていることと承知をしております。国といたしましても、補正予算において、花粉を調整する専用機器の整備や、剪定した枝を活用した花粉生産の実証、産地のこういった共同の取り組みを支援したいと考えているところでございます。その上で、花粉は梨の生産に欠かせないものであることから、今回のことを契機といたしまして、花粉専用産地の育成とともに、全国的な花粉の流通体制を構築し、輸入花粉に頼らず、国産花粉への切り替えを進めてまいります。青山君。本当に今しっかり補正で対応できるとか、対応するという答弁とですね、これをきっかけに、国産化ですね、輸入花粉に頼らずに、しっかり国産でやっていこうという、担当の、農水省の方から力強い答弁をいただきました。しっかりそこは実施してほしいと思いますし、でこれは最後に1点ですね。これはたまたまですね、その8月にその中国産の花粉を停止したということで、ちょうどその時期処理水のですね、放出に対して、中国側が、対抗措置を取ったから、日本もそういうことをしたんじゃないかみたいなですね、そういうちょっとこう根拠のない噂が流布されているのも聞くんですけれども、そういうことは実際ないというようなことの認識、よろしいか、再度お伺いします。はい、佐藤大臣官房生産振興審議官。お答え申し上げます。今回の措置につきましては、あくまで科学的な知見に基づいて行うものであり、そういった報復措置などとは一切関係がございません。青山君。はい、わかりました。しっかり対応してください。そして、大臣につきましては、大変もうガザ、そしてウクライナ情勢、大変厳しい状況ございますが、ぜひですね、しっかり対応してほしいと思って、重ねて、お伝えさせていただきます。以上です。ありがとうございました。